コントラチェックは、日本の競争は、主な勝ち倉は2019年のフラーカップ、ターコイズステークス、2021年のオーシャンステークス。場名の由来は、ダンスステップの一種。母なより連想。半姉に、中山ヒン馬ステークスなど重賞3勝のバウンス射精。半姉に2018年の KO ハイスプリングカップを、レコード勝ちしたムーンクエイクがいる。 7月8日函館の新馬戦に一番人気で、デビュー、道中4番手追走も伸びきれず3着に終わる。7月28日札幌の未勝利戦では、コースタートから花を奪うと、最後の直線では、ブラックウォーリアに7場審査をつけて逃げ切り勝ちを収めた。9月30日、中山のサフラン賞は3番手追走も逃げ粘る。レッドアネモスを捉えることができず2着となる。 1>, 1月20日、中山の野の花賞ではスタートから先手を奪うと、直線で後続に三馬審査をつけ2勝目を挙げる。重賞初挑戦となった3月16日のフラワーカップは起乗停止中のクリストフルメールに、代わって丸山元気とのコンビで出走。道中マイペースで逃げると直線でも脚色は衰えることなく、逃げ切り勝ちを収め、重賞初制覇を飾る。 大賀賞を回避して、優秀品場へ向かったが、3番人気で9着と、大敗した。ノーザンファーム天栄で放牧された後、クリストフルメールを安城に戻し、集歌賞に直行。15番の外枠から発送。逃げの手を打てずビーチ3番が逃げ、2番手で進み、最後の直線で馬群に、沈み15着に敗れる。自走には、ターコイズステークスを選択し、3番人気に押された。 レースでは、スタート後花を奪うと、スピードを保ったままそのまま逃げ切り優勝。重賞2勝目を飾った。小馬となって、初戦、中山貧馬ステークスは最下位に敗れる。その後は掲示板にも乗れないレースが続き、初の短距離戦となる、ラピスラズリステークスに出走するが10着に敗れる。5歳になり、シルクロードステークスは11着と敗れるが、自走。 オーシャンステークスで11番人気ながら、行位の外を追走から直線で据え、足を伸ばして、ゴール寸前で一旦抜け出した、カレンモイをかわし一着。重賞通算3勝目を挙げた。自走の箱立スプリントステークスは8着に敗れる。3ヶ月ぶりとなった、京成杯オータムハンデキャップは鼻に立つと、先頭のまま直線で粘っていたが、外からカテドラルに、 首逆はされ惜しくも2着に敗れた。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。